世間では私がハトを使って訓練していることをせせら笑いしている人が非常に多いのですが、私は米国エロヒュー権者の歴史ある訓練技術に基づく訓練を行っています。鼻入れ訓練の失敗か勘違いの訓練により、フィールドに放置した空の包丁浮きやうずらとか生地の抜け毛や、はたまたドバトや生地バトにポイントしたり、鼻や目を使って反応し飛び立てば後を追いかけたりします。私が訓練したエルヒューポインターはドバトがたくさんいてもポイントも後追いもいたしません。このような訓練を私の造語で分かりやすく鼻入れ儀式と命名しています。長猟犬でありながら主人が狩猟対象ゲームと考えていない鳥に興味を持たせないことです。ましてや長猟犬が四つ足を追うことは論外な話です。この訓練の骨子は養成強化法訓練、オキシトン、オナー等を徹底的に理解した上で訓練します。はい、青になった、行こう。さてこの子たちはですね、私が寮長としてですね、認めたもののハトボットにですね、ポイントしてますので、こんなものにはそんなにですね、ね、反応しないんですよね。これが間違うと、これもう全くこれね、反応してポイントしたりもしますよね。ですかね、全く反応しませんね。ね、追っかけようともせんですよ。こういうふう、こういう訓練しないと、長猟犬、いわゆるポインターのですね、残業犬として、将来性はないんですね。行こう。